玉木雄一郎君。玉木君、まず冒頭、まず冒頭、昨夜の地震で被害を受けられた方に心からお見舞いを申し上げたいと思います。総理、引き続き年金のことを聞きたいと思いますが、総理は一部報道によると、この金融庁の報告書、金融庁大バカ者と激怒したということが報じられていますが、事実でしょうか。安倍晋三君。私はめったに激怒しない人間としてですね、自由民主党では大体、こう理解されているわけでありまして、円満に生きているつもりであります。大切なことはですね、大切なことは国民に誤解を与えない、そういう資料を作ることではないかと、こう考えております。玉木雄一郎君。金融庁の本来の大臣は内閣総理大臣なんですね。ですから総理は報告書あるので、これお渡ししますから読んでください。お忙しいと思うので、全部付箋つけてきましたから、これぜひね、読んでください。真っ当なことが書かれてあります。で、私は今回ね、麻生さんが受け取らないって言ったら、これまずいです。我が国の行政のガバナンスとして。専門家の方も、そしてそれを事務局として取りまとめた金融庁の役員の方も一生懸命まとめたと思いますよ。で、諮問したのは麻生大臣じゃないですか。頼んでおいて出てきたら受け取れないと。こんなことをやってたらですね、やってられないってことになりますよ。ますます行政のガバナンスが私は衰えていくので、その意味でもしっかり受け取ってください。そして、まず総理に伺います。100年安心。これはいろんな意味が込められて、与党、野党、政治家はこれを話しますけれども、基本的には100年間、制度が安定的に保たれるということです。積立金が101年目に1年間の支払いが残っている。そのために少子高齢化に合わせて、児童減額の仕組みを入れて、なんとか100年間制度が維持されよう、こういう仕組みであります。で、総理はこの年金制度の持続性は担保されていると、国会でも何度も答弁をされましたが、その根拠はよく分かりません。総理、何をもってそれを言っているのか。5年前の財政検証が、もしその理由であるとしたら、それは崩れていると思います。総理、まず伺います。新しい財政検証をなぜ速やかに出さないのか。これが出てこない限りは、今の最新の年金制度の安心が保たれているかどうかは判断できません。それとも総理はこっそり、我々は見てないんだけれども、それを見た上で、どうやら100年持ちそうだということで答弁されているのか、総理自身もまだ見てないのか、お答えください。内閣総理大臣、安倍晋三君。まず先ほどの枝野さんもちょっと誤解されたかもしれませんが、いや、これはすみません、これは党首討論でありますから、これ討論なんですね、討論でありますから、私が質問に答えるだけではなくて、私の反論もさせていただきたいということで、あります。はい、お静かにお願いします。静かにしてください。それとまずですね、この報告書について私ももうすでにこれを私もいただいておりまして、読んでおりますから、私自身は読んでおりますから、わざわざ付箋を入れていただきましたが、これはもう結構ですね。そこでですね、そこで私は100年安心ということについてはですね、これは平成16年の改正において、行ったわけであります。で、私は当時、幹事長で、ございましたが、この際、マクロ経済スライドを導入する上において、その前から議論が始まっておりまして、その前は、社会部会長も務めて、おったこともございますので、この議論には参加をして、おりました。で、その、結果、どういうことが決まったか、例えば、マクロ経済スライドを導入することに、ちょっと短くしますが、これ、大切なことなんで、お答えをさせていただきたい。国民の皆様にご説明をしなければいけないと思いますが、まさにマクロ経済スライドというのはですね、将来のこれは平均寿命の延伸、あるいはこれ被保険者の増減等を入れてですね、
これ物価の上昇、あるいは賃金の上昇にはついていけないけれども、これはマイナスに残念ながらなっていくわけでありますが、このマイナスをすることによってですね、やっぱ持続可能性を担保する、将来の年金受給者の受給額をなるべく確保していくという仕組みを導入したわけでございます。しかし、デフレ化におきましては、このマクロ経済スライドは、今申し上げますから、マクロ経済スライドは発動されなかったのでございますが、安倍政権になって、消費税が引き上がったときに1回、そして今度初めてですね、しっかりと、賃金スライドが 0.6 だったんですが、このマクロ経済スライドの、マイナス2とですね、そして今までの、キャリーオーバー分の3を引いても、マイナス1でありまして、これが初めて発動され、プラスになりましたから、いわばよりですね、持続可能性が担保されたということでありまして。これは皆さん討論でありますから、こちらの考え方も述べさせてください。年金の持続可能性について申し上げているわけであります。そしてそこでですね、議論がしたいんで、本質的な議論します。すみません、ちょっと座ったままで、私今お答えをさせていただいておりますから、そこでですね、まず大切なことを申し上げているわけでありまして、そしてその上でですね、財政再建省につきましては、これ5年に一度行います。5年に一度行う。で、この5年に一度行う、財政の再建省についてはですね、これは平均寿命とか出生率、そして支えての、増減もあります。そして、今度の財政再建省についてはですね、在職高齢年金の見直しのオプションについても入れるわけであります。このオプションがどうなるかということも含めて、議論をしていくということが、今、厚労大臣がそのように答弁をしているというふうに私は承知をしています。私自身は、これはまだもちろんですね、財政検証をしている最中でありますから、その報告は受けてはおりません。で、そしてじゃあ、いつ出すかということにつきましては、政治の状況と関わらずですね、しっかりと専門家が出てきて、する計算をしていく上においての大切な検証でございますから、それを政治とは関わらずですね、政治とは関わらず、政局とは関わらず、しっかりとですね、これは検証をしていただき、報告をしてもらいたいと、このように考えております。玉木雄一郎君。簡潔に総理お願いします。いい議論がしたいので、私が申し上げているのは、実はですね、5年前の財政検証も崩れてます。8つのパターンがあるうちで、半分の4つはですね、もしそれがちゃんと働いていたら、平成29年、30年、そして今年で、厚生年金の調整は終わってるんです。これ以上減額しなくていいんです。でももっと減額をしていかなければいけない、実質マクロ経済スライドを適用していかなければいけないということは、5年前の前提が崩れてるんです。それともう一つ言います。実は新しい財政検証は出てきてませんけれども、その新しい財政検証の前提となる経済前提は、3月に発表されてるんです。ご存知ですか？それを見ると、5年前の経済前提がいかに楽観的で、全部外れまくっていることが、もうすでに発表されている新しい財政検証の経済前提で明らかになっています。いくつか言いましょう。前の財政検証の時の H までやった8つのケース、最悪のケースの実質賃金の伸びは 0.7% で設定されていました。で、今回出てくるのは 0.4 です、最悪のケースは。ただ、安倍政権の過去6年間の実質賃金の平均値はマイナス 0.6 です。その最悪のケースにも足りてません。で、私が何度も予算委員会でも出した、いわゆるトータルファクタープロダクティビティという一番最初のですね、経済の成長の前提となる、この全要素生産性、これは5年前にはですね、これは 0.5 あったんですよ。最悪のケースですよ。で、今回3月に発表された新しい財政検証の前提は、最悪のケースは 0.3 にまでなってます。じゃあ2017年のこの生産性の実質値はいくらかというと 0.3 です。そして申し上げたいのはここからです。前回5年前の財政検証のその最低のケース、実はこれ一番今の経済実態に近いと思いますよ。そのケースだと何が起こるかというと、あと17年で早くもですね、所得大体率 50% に達して、さらに財政の均衡を達成しようと思ったら、さらにそこからめり込んでやっていってですね、なんと100年どころか36年後に
積立金が枯渇するってことになってるんです。ですから全然100年安心じゃないじゃないですか。でさらにその5年前の経済前提よりもこの3月にもうすぐ出てくるであろう財政検証の経済前提はさらに悪いんですよ。であれば100年間の年金財政の安心なんて誰も今確たることを言えない状況じゃないんですか。それなのに総理が100年安心だ安心だと制度の安心だと言ってるのはそんなの何の確証もないですよ。で今回の報告書の問題ですよ。でやっと出てきたのに受け取らない、亡き者にする、都合の悪いことをですね隠蔽したり隠したり受け取らない亡き者にする、こういう政権の態度が国民の皆さんに不安を与えて、そして将来が不安だからもっと貯めなきゃいけないのかな、消費が喚起されるどころか萎縮してるじゃないですか。安倍政権のこうした隠蔽体質がアベノミクス成功の一番の阻害要因になってるじゃないですか。今総理がやるべきなのはそういった真実を、仮にそれが不都合であっても真実をしっかり出して国民にどういう年金の姿になっているのか、将来それぞれどうなるのかということを正直に語る政治を実現することじゃないんですか、総理。今のままでは数字も信じられない、そしてその数字を扱っている政府を信じられない。これではですね、国民の皆さんの将来不安は消えませんよ。私たち今政治家がやるべきなのは、そういった真実に向き合いながら、不都合であっても真実に向き合って、誠実な政治を国民の皆さんに見せていくことではないですか。選挙が近いからといって、情報を出さなかったり、隠したり、時には改ざんしたり、こんなことでは行政の信頼は得られませんし、何より年金制度の信頼は得られないと思いますよ。これ極めて本質的な議論してるんです、総理。いや、私も喋らせてください、総理。たくさん喋ってましたからね。で、私たちは今大事だと思うのは、やっぱり家計をしっかりと重視する経済政策に変えていくことだと思いますよ。これから米中の貿易戦争も厳しくなりますから、ある種外需に頼れない経済になっていく。そんな中でしっかりと内需、とりわけ消費、この家計を下支えする経済政策が今こそ必要だと思います。私たちは国民民主党としても家計第一の経済政策、これをしっかり掲げて子育てや、あるいは家賃補助、こういったことにもきめ細かく対応していきたいと思いますので、国民の皆さんの不安に応える、そんな政治を進めていくことをお誓い申し上げ、私の討論を終わりたいと思います。これにて玉木君の発言は終了。